次に塩川哲也君。塩川君。日本共産党の塩川哲也です。今日はあの3人の参考人の皆さんから貴重なご意見賜りありがとうございます。あの早速質問をさせていただきます。あの最初にお三方皆さんにお尋ねしたいと思うんですけれども、この消費税そのものが現在でもきちんと転嫁をされているのかという問題があります。というのはあの今回の法案というのは 8% 10% 2段階で増税を行うと、その際に転嫁ができないのではないかという中小零細事業者の、まあ、懸念があるからというのが、まあ、今回の提案理由の説明として行われているわけですけれども、事業者の皆さんにするといやいやそもそも今消費税そのものが転嫁できていないという声があるわけですね。おととし の政府税制調査会にあの経済産業省が提出をいたしました、商工会議所やあの商工会など全国団体中小4団体が実証しました消費税に関する実態調査アンケート調査がございます。これはあの全国商工会連合会が作成したものですけれども、消費税の問題点として消費税の価格への転嫁は困難だと、で売上の規模によって差はありますけれども3割から7割の事業者の方々が現在でも転嫁が困難だという声を上げておられる、これが実態だという事業者の方の声があります。この点について参考人の皆さんがこの現状転嫁できていないという現状についての認識がいかがかということをぜひお聞きしたいということと、転嫁できていないということであればその理由要因が何なのか、この点についてあのぜひ お聞かせいただければと思っております。宇奈田参考人。まあ、法律的に言いますと規制の実効性はあるのか、ということであります。で特に US 基地の乱用あるいは下請け法については従来からザル法ではないかということが言われてきたわけです。しかし私が習ったところはザル法ではないかという批判はありましたけれども、ここ10年20年下請け法は著しい、変革といいますか、さまざまな工夫を重ねてきて、だいぶ浸透してきたというのが一般的な認識ではないかと思います。まあ、そうは言ってもじゃあ全ての下請けいじめがなくなっているかってそんなことはもちろんないわけですが、制定当初のザル法と言われた頃から比べれば、だいぶ実効性が少しずつ出てきたという程度ではないかと思います。それから US 基地の乱用もその通りで、確かに今の転嫁されていないことについて US 基地の乱用でやってないじゃないかと言われればその通りでございますが、まあ、これも、前回の独禁法改正で US 基地の乱用についてはがあった場合には課徴金をかけるという制度ができて、次第に執行力が高まるということが期待されているわけです。そういうことでお答えになっていないかもしれませんけれども、少しずつ改善が見られているという状況だというふうに認識しております。小川参考人。お答えしたいと思いますけど、ちょっとあの誤解を招く表現になるかもしれない、ちょっと気をつけていたいと思いますけど、あの転嫁ができないという場合にですね、2つのポイントがあると思っています。ちょっと1番目はいいんですけど、ちょっとあのあすみません、ちょっと微妙な発言になりますけど、あの基本的にですね、やはりビジネスが厳しいんだと思います。というのは当たり前の話で、3から5になって5から8って8から5上がるなりますと、価格的に言えばどんどん上がっていくわけですね。それは負担と税を納めているという形ではありますが、商品に対する対価は上がっているんです。でその中で商売をやっていかなきゃいけませんから、商売は普通同じ状態で戦っていれば厳しくなっていくと思います。ですからなかなか転嫁が難しいというお答えは、やっぱりそれは、環境が商売をやる人間から見れば、ビジネスをやる人間から言えば同じ条件のモデルは厳しくなる、利益は減るには決まっているんですね。でもう一つです、重要なポイントはですね、これちょっと誤解していただきたくないんですけど、あのアンケート調査でですね、生活が苦しいですかって言ったときに、これ捜査概念じゃないんですね、これ主観です。ですから私この、この主観としては事実でもあるんですけど、主観でもあるんです。これ難しいです。つまり、転嫁できない、生活が苦しいっていうのは何をもって苦しいですかっていう調査をしてませんですね。ですから私あのこの、参考人としてこれを発言するためにいろんな資料を調べて転嫁の問題についていろいろ聞いたんですけど、およそ6割7割の方が普通の調査をすると転嫁できないっていうんです。
でそれはだけど操作概念じゃないんです。科学的ではないんです。ですから私は誤解していただけると困るんですけど、これは私は科学的には証明されてないというふうに、でこれ一応置いておきます。確かに苦しい方多いけれども、転換できない方多いけれども、その50とか60とか70という数字は科学的ではないというふうに、これを誤解しないでください。これは事実です。上西参考人、消費税につきましては、先ほどお答えさせていただきましたように、前段階で課されました消費税を控除していくために、その事業者においてもですね、適切に転嫁していくということが大前提でございます。また一面、消費税もコストであるという見方もできるかなと思います。で、そのコストが吸収できないという面もですね、否定できないことは事実でございますし、また、去年の、23年のですね、中小4団体様が、されました中小企業における消費税実態調査の結果についても、なるほどなという結果が示されております。ただ全て その、価格形成要因がですね、価格の中に盛り込めるかどうかということにつきましては、全てのものが必ずしもできるものではないかなと、こう認識しております。ただ消費税の価格転嫁が十分でないということだけではなくてですね、今後引き上げに際してその、円滑適切に転嫁されるようなですね、特別措置法案については、より一層ですね、迅速かつ適切に執行されるようにですね、期待されるところでございます。以上でございます。塩川哲也君。はい、ありがとうございます。やはりそうは言ってもこの力関係の優越、差がありますので、実態として優越的地位の乱用に当たるような、あるいは下請け法に対しても違反するような行為が現行行われているという実態があるのはその通りだろうと思います。そういう点でもそのやはり製造業や建設業の場合ですと、重層的な下請け構造の問題もございますし、小売関係でも大手の流通業者と小規模な事業者においての差も当然あります。当然大手の流通業者はもっと仕入れや納入業者との関係でも強い立場にありますから、そういう点でコストの一部という形であれ消費税の転嫁が困難になるような事態というのは生まれうるだろうと思うわけですが、やっぱりそこそのものにこうメスを入れるような取り組みこそ必要だと思っておるんですけれども、こういう点でその船田参考人にお尋ねいたしますけれども、この点でこの法案というのが実際にどの程度こういわゆる下請けいじめの構造というのの是正という点で力になるのかという点での率直な受け止めをお尋ねしたいですが。船田参考人。先ほどもちょっと申し上げましたけれども、もちろん政府側としてはさまざまな体制を整備してなるべく転嫁拒否が行わないようにということを努力なさっているだろうと思います。で、いろいろ、表示の仕方等も含めて今回新しい手法も捉えましたので、明確なあるいは あからさまな違反というのは少しずつ減るんではないかなと思っています。しかしでは全てのこの違反行為がこれで取り締まるでしょうかという質問であればですね、それは難しいであろうと思います。転嫁できなかったとかそういう表示なのかということで消費者が惑わされるということもどうしてもあるんではないかなと思っております。そういう意味で規制の実効性は少しは上がったけれども、しかし、十分ではないということを申し上げざるを得ないと思います。塩川哲也君。船田参考人が冒頭の意見陳述で検討すべき課題でも述べておられますが、この、臨時の増員などで対処できることは限られていると、専門的行政職員の育成が重要ということを述べておられます。この間下請け法も対象拡大をして、役務ですとか、先ほど の、 コンテンツの制作委託などについても拡大をする、そういう点で言えばその事業者にすれば倍にこの間なってきているわけですけれども、公取の体制も増やしておりますけれども、そういう点で今の
対象業種が拡大した中でふさわしい体制なのか、特にやっぱり専門性を持った体制ということで、今のこの公取の現状について率直にどのように受け止めておられるか、何が必要なのか、まあ、この点についていかがでしょうか。福永参考人。独立行政委員会というのは一般の省庁と違って、政治的な圧力にさらされることなく委員会として、独自の法執行を行うということであります。で、その理由の一つは専門性ということで、US 基地の乱用も下請け法も一見違法に見えるけれども、しかし自由な取引かもしれない、逆に言った方がいいですね。原則はむしろ自由な取引なんですから、それを規制するにはよほどの明確な違法性が なければいけない。で、そのためにはさまざまな取引の実態、あるいはこれまでの法実行がどれだけ、社会に浸透しているか、つまり法意識の問題ですが、その他さまざまな要因を勘案して、規制を進めていかなければならない。で、それは非常になかなか難しいことで、私は単に、臨時の増員などで対処できない問題がやはりあるのではないか、まあ、特に、正式な法の適用、単なる行政指導ではなくて、勧告公表あるいは独禁違反とするためには、これは裁判で勝てるだけの、資料を、証拠を集めて、あるいは理論武装するということが必要で、これはかなり、専門的な知識を持った、あるいは訓練された職員が必要であろう、あるいはそのためのバックグラウンドとして、研究所あるいは経済学の知識の援用等が必要ではないかなと思っております。塩川哲也君。検討すべき課題で、その後に独禁法の改正案についてのご意見もありました。廃案にはなりましたけれども、今 の政権の下でもこの同種子の独禁法の改正案の提出に向けて作業していると承知をしております。公正取引委員会から行政処分を受けた企業が異議を申し立てることができる審判制度の廃止が柱となっているわけですけれども、この間例えば経団連などからは、審判を担当する公正取引委員会が検察官と裁判官を兼ねるようなもので公平性に欠けるということなども言われているということが紹介もされておりますけれども、船田参考人がこの審判制度を廃止する独占禁止法改正案を疑問と述べておられる趣旨についてご説明いただけないでしょうか。船田参考人。私今日は慌てて自分の調べてきたところに2009年に参議院で参考人として反対意見を述べているんですけれども、でその時はここに書いたことに重なるんですけれども、単なる経済官庁といいますかね、違法行為を取り締まる官庁ではなくて、ルールを自ら作っていかなきゃいけない。例えば US 基地の乱用と言われたって何が実際にいけないのか、ということを難しいものですから、それを個別の具体ルールを具体化して示していくという仕事がむしろメインであろうと。で、それは行政庁の中で考えるだけじゃなくて、一旦違法で、命令を出した後でですね、審判手続きの中で、審人の意見を聞きながらもう一度公正取引委員会が考え直すと。で、場合によっては最初は命令の時には違法と考えたけれども、審人の意見を見て、これは違法ではないかもしれない、そのような手続きが、慎重な手続きが審判制度であるわけで、このような手続きは一般の行政庁とは違うであろうということで、しかもその審判制度については今言ったようなもう一度考え直す、あるいは証拠をもう一度出してもらうということは非常に大事なことである、そういう意味で独立行政委員会として、特殊性を維持すべきではないかということであります。
塩川哲也君。終わります。ありがとうございました。これにて参考人に対する質疑は終わりました。この際参考人各位に一言御礼を申し上げます。参考人の皆様には貴重なご意見を述べいただきまして誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。次回は来る26日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。